おはようございます。本日は2021年1月23日土曜日、ホーム鳥の戦ですね。鳥の戦は、10日前にカップ戦でコッパテールでやってるんですけど、3対0で敗れたんで、そのリベンジを今日はしたいなと思います。パルマは16位、一方トリノは8位ですね。じゃあスタメンに合わせて今日もやっていきましょう。よし、スタメンはこんな感じです。じゃあやっていきましょう。前回ゴールを決めたコーネリウスさんがスタメンですね。いやー、リベンジしたいね。サッカーファンの皆様こんにちは、西岡明彦です。今日はリーグ戦の模様をお伝えします。やっぱいいよな、セリア。今日も多くのサポーターが集まっていますね。そうですね、選手たちもいい意味で緊張してるんじゃないでしょうか。ちょっと変わんないよね、このスタジアム。この2人で何をしているか、この2人のスタジアムか、同じなのかな。あ、うまいね。やっぱ手に入れてもいいな、鈴木。ゴールキーゲームもいいよ、これが。これも自動的に。いや、上位浮上したいね。せめて、15位圏内に入りたい。そういうのはこんな感じです。どういうのをしてみてますか。これはこんな感じ。ゼゼには全部ゴール決めたんですけどね。ファンのウェーブも。よし。キックオフです。楽しみな試合ですね。さあ、ここ。こちらで。シモーネ・ベルディ。ソワリを巻いてキーパーがしっかりと止めました。やっぱクロスってことになる、テレのチーム。はい、おーっシュートは入るか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、立ち上がり悪いな。はい、立ち上がり悪い。カルル・リネティ折り返せるか。止めて、はい、今ボールを中盤で奪いました。ボランチップを使ってシーンがあるのはロドリゲス。シュートップですな。なんかマジなんだよな。ソワリを巻いて、さあどうだ、はい、うわっ、はい、こっちじゃない。カルル・リネティ、はい、ザザ、いやー、防戦だな。合わせられるか。フリーじゃん、オーナイスキーパー。このシュートを弾いた。オッケー。中盤でボールをカットしました。やばい、カウンター。抜いた。周りを確認したい。ザザ。
ボールがこぼれました。クリアできるか。いやー、シュート大体シモーネ・ベルディ、フィールドの中盤でボールを奪いました。ザザ、クリーンなタックル、ボールを奪いました。しかし面白い対戦カードになりましたね。そうですね、どちらが先制点を決めるんでしょうね。楽しみです。中行って中行って、美しいクロスだ。ゴールキーパーがうまく前に出ました。シモーネ・ベルディ、さあスタジアムのテンションが上がります。ダニエレ・バゼッリ、ここで勢いが止まってしまいました。ゴールも狙える位置でのファウル。ファウルか。チャンスと見たのか、思い切ったシュートでしたね。遠くから打ってきましたが枠に行ってませんね。そう、動きつつが左下見た。セブンのウェイトは10なんだけど、やば。ボールをダッシュ、寄せが早い。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。セブン今日いいかな。なんかこの失点でザザ回りたい。いいところに出た。キーパー、おボールをキーパーが見送ります。シュートを奪いたい。うちもシュートを奪う。ザザ狙ってきたぞ。見事な弧を描きましたね。完璧です。ゴールです。チャンスを多く作っている印象です。いい流れを作っていますね。このまま追加点が欲しいところです。別のアングルからご覧ください。うわちょっとね、まあ、やめだ。何に行けるの。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。シモーネ・ベルディ、ベロッティ、ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。今のシーンをもう一度ご覧いただきます。ここは鮮やかに決まりましたね。いや無駄、全然決まらない。シモーネ・ベルディ、見た。シュートを打ってきた。これはポストに弾かれたか。スローインになりましたがピンチが続きます。ソワリを巻いて、すごいクロスだ。ベロッティの綺麗に決めました。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。至近距離から決めてきました。やだ。別の角度からご覧ください。ベロッティやだ。ここで攻守が入れ替わります。うんうん、さあ味方も連動して動いてくる。打ってきた。クロスバーの少し上に飛びました。ゴールならず。難しかったな。カルル・リネティ、ザザ攻撃に移りたい。うわ、シモーネ・ベルディ、ベロッティ、キーパーが一歩も動きません。シュートは正面です。
これはキーパー軽率なプレーです。投げたボールがサイドラインを割りました。今日ダメだ、今日もダメだ。これはチャンスだ、カロル・リネティ。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。シモーネ・ベルディ、ザザ、急いでリスタート。はい、うまくボールを奪った。最高のボールが出た。ボールがこぼれました。クリアできるか。ダイレクトって言ったけど、うん、よかったんだけど。あれ、あれ、スペースに走らせましたが、これは通りません。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。試合は前半を終えました。ハーフタイムを挟んで後半に向け何か動きがあるのか注目しましょう。ちょっとダメだな今日。よし、じゃあご飯行きましょう。選手がピッチに入ります。選手コートですね。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。これはうまいインターセプト、はい、攻撃を断ち切りました。はい、ボールが中盤でカットされました。激しくぶつかっています。はい、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 どうか。気は抜けない展開です。いいタックルだ。ボールをキープしました。シモーネ・ベルディ、あーまい、ゴール前に入ってきた。もう無した。パスが通った。うわー、完璧に崩された。さあ、これでハットトリックとなりました。完璧に崩されたわ。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。うーわー、大量リードを許した状態で再びキックオフです。リカルド・ロドリゲス、リカルド・ロドリゲス、カルル・リネティ、サポートの選手がいます。すべて1点取ろう。意地を見せてくれ。ここはボールをダッシュしました。シモーネ・ベルディ、いや、スローインからゲームは再開です。フレッシュな選手の投入です。はい、はい、あ、こっちじゃない。タッチラインを割りスローインです。味方につなぐこともできます。シュートを打ってきた。シュートはディフェンスに当たりました。いや、1点取りたいな。ここを起点にできるか。
いいボールを送りたい。決めに来た。ボールをキーパーが見送ります。ヨッティいいよ。カーブだよ。ジュニア両チーム交代があります。ジュニア選手交代ですね。オナゾール、すごくなってくるな。シモーネ・ベルディ、怖いな。このボールは重要です。でいないか。ここでうまく対処します。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。よし、ないぞ。はい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 、いや、うまい、うまい、しっかりと読んでましたね。さあ来た。ディフェンスが体に当てています。カルル・リネティ、シモーネ・ベルディ、やめて。ボナッツォーリ、ハンド。カルル・リネティ、シモーネ・ベルディ、ここはアドバンテージを取ります。そしてチャンス、これはフリーキック、直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます。このファールにはイエローカードが出ました。サブの選手がピッチに向かいます。いやないっすよな。フリーキックでリスタート。これはもう止められないという位置に蹴ってきましたね。それは脱いだって、脱いだって、気持ちなんだよ。それはこのゴールは見事です。ビルドアップも丁寧でした。これはすごいフリーキックですね。ゴールキーパーはノーチャンスですよ。ファインゴールでした。いいシュートです。見事なゴールでした。うまいな。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。うわあ、もうここはうまく取りました。よく見えてましたね。ボールの激しい奪い合いです。もう何が一緒に取りますか。ヤコポーニ、よしよしよし、いや、このまま行きたい。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。早かったな、惜しかったな。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。はいはい、このボールは外に出てスローインでの再開となります。シモーネ・ベルディ、ボールをダッシュ、寄せが早い。ベルディやるな、本当やな。相手さあ打ってみたわ。リカルド・ロドリゲス、
シモーネ・ベルディ、リカルド・ベギスってあのウルスブルクとかミランにいたスローインから素早くリスタート、プレーを止めませんね、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。あー申し訳ない、タイムアップ、ゲーム終了です。リアクティブ発掘されたのかな、フリーキックはあれは止められないよ、どんな人でも。アスペファーズ転じしたわな。アンナロスしてあれ。はあ。いやー申し訳ないのと言っておくんですよ、ゴールがないよ言ってきてから、今日はスタッツなんもいない、はあ、トレーニングしてきます。スタメン伸ばしてんの、4試合0ゴールの馬さんには、監督どんだけ信頼してくるんだ、信頼に応えたいっすね。はい、というわけで次回はアウェーでラツィオ戦ですね。ラツィオか、結構強いよね、ただ今度こそ勝てるように頑張りましょう。ラツィオ3位。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや本当一発撮りしてるんで負けましたが、このまま投稿されると思います、動画は。いつも一発撮りなんで。というわけで、ありがとうございました。また次回よく頑張ります。今日はゆっくり休ませてください。では、お疲れ様でした。